やってきました、福山市立動物園。自称猫に似ているアナウンサー野村舞です。よろしくお願いします。今日はあの動物園マスターとのんびり福山市立動物園を巡って動物たちの面白い生態を学んでいきます。ではお呼びしましょう、動物園マスター。よいしょよいしょよいしょ。何の動物のマスターですか？最初の動物として私がなるほどなるほど、福山市立動物園で最初に出会えた動物それが私動物園マスター、どうも野崎です。野崎さんです。年間170回全国の動物園に通う動物園マスター野崎博孝さん。動物園マスターが動物たちの面白い生態を教えてくれるのが福山市にある福山市立動物園。1978年に開園し、現在500頭近くの動物を飼育しています。まずはじゃあ福山市立動物園の、はい、まあ、顔って言っても、まあ、みんな顔なんですけど、はい、ファンも多いような動物もうすぐいるんで。いやもうそこにいる動物ですよね。あ、バレちゃってる、はい、ボルネオゾウの、ボルネオゾウ、そう、福ちゃんさんです。福ちゃん、福ちゃん、福ちゃんさん、どうもこんにちは。いや福ちゃん本当に可愛いですね。また器用な棒を持って笑ってるような表情にも見えますが、そうそう、このボルネオゾウってどういう種類のゾウなんですか？ボルネオゾウというのはアジアゾウの中の一種なんですけど、今いるアジアゾウの中でも一番こうちっちゃいのがボルネオゾウって言われてて、インドゾウとか、はい、スリランカゾウとかアジアゾウの中でも亜種っていうのがあるんですよね。はい、じゃあ日本人の中でも関西人とか広島人とか分かれているみたいなことっていうことですかね？そうですね、まあ、日本人を分けてもそれは別に亜種じゃないんですけど分かりやすく言うと、あ、でもそう、はい、アジアに住むゾウさんを分けると、はい、関西人とか関東人みたいにもっと細かく分けていくとボルネオゾウってことなんで、人間は亜種って分けるのはあれですけど、はい、でも間違ってないですよ。例えばというところでは、例えば、はい、すごく例えばで話します。日本ではどれくらい今いるんですか？ボルネオゾウに関しては、はい、この福山市立動物園しかいないんですよ。あ、福ちゃんだけ？福ちゃんだけなんです。あ、そうなんですか。貴重な種っていうことは長生きしてほしいですね。そうなんですよ、うん、日本に1頭しかいないとても珍しいボルネオゾウの福ちゃんですが、実は2016年に命に関わる大病を患ってしまったそう。この福ちゃんもあの2015年頃に一回体調崩しちゃって、で2016年に結核にかかってるってことが分かって、はい、実はあの結核で結構大変な時期があったんですよね。今はちょっと安定してだいぶ今この元気な姿なんですけれど、その福ちゃんを救ったのが飼育員たちの献身的な解放と有志による援助でした。複数の投薬治療を行って、まあ、その中で皆さん、ね、クラウドファンディングということでご協力いただきながら、ずっと続けてきた結果かなと思っています。じゃあもう本当に皆さんの協力あって今この姿が見られているということなんですかね。そうですね、うん、まあ、こうやって動物園って普段なかなか日本にいたら見れ拝めないような動物も見れて、うん、まあ、もちろん見てその楽しむっていうのも一つのポイントなんですけど、はい、まあ、いろんな種の保存だったり、あとまあこういう野生動物がいる環境のことについて学んだりするっていうのも動物園のすごい重要なポイントだと思うんですよね。現在福ちゃんのふるさとボルネオ島はパーム油と呼ばれる資源を生産するため熱帯雨林が破壊され動物たちの住処が少なくなってきています。私たちができることとは、動物さんたちの住処に配慮した方法で生産しているパーム油、まあ、もしくはそういう商品に関しては RSPO 認証マークというのが必要になってますので、はい、そういうものがあるのかないのかっていうのをチェックしながらお買い物されると、せっかく福ちゃんがこの福山に来てっていうところでの意義が出てくるのかなというふうに思います。入り口はまあ可愛いとかでもいいと思うんですけども、そこから環境のことを少しでも考えてもらうというのが大事になってくるかなと思います。今いる福ちゃんの他の福ちゃんの仲間が生きている環境のことも考えながら過ごさないといけないなと思いますね、うん。